備えの基本を抑えて防災力アップを目指す備えのツボ、69回目の今日は台風についてお伝えします。8月に本番を迎えるのはこの暑さですが、8月に本番を迎える自然災害とは何か分かりますか？2004年8月30日、大型で強い台風16号の接近と大潮が重なり、大規模な高潮被害が発生しました。香川県で2万戸、岡山県で1万戸を超える建物が浸水しました。8月はほぼ毎年台風が日本列島に接近、岡山香川もその影響を受けています。8月は1年のうちで台風が最も多く発生する月で、本格的な台風シーズンの到来となります。こちらはここ30年に発生した月別の台風の数です。年間平均 25.1 個のうち8月は 5.7 個発生、1週間に1個以上台風が発生する計算です。しかし発生後は気象庁が台風の大きさや強さ、進路を発表しているほか、日本に接近するまでは時間の猶予があり、気象情報を活用し備えを万全にすれば被害を最小限に抑えることもできます。そこで抑えてほしい備えのツボはこちら。8月は台風の月。台風の発生を知ったらいつどこに接近するのか情報収集しましょう。そして台風が来る前に身の回りのリスクや備蓄品の確認をお願いします。